さあ皆さん明けましておめでとうございます。2022年もよろしくお願いいたします。多分この動画は2022年の1月の2日に上がってると思いますけどね、ここは東京都墨田区であってますよね、京成線の押上駅。本日2021年1月の1日は都営浅草線が終夜運転を行っております。その区間はこの押上から途中総武線各駅停車と接続します浅草橋までの間、今回はこの都営浅草線の終夜運転の様子を皆さんにご紹介します。今年はね、新型コロナウイルスがまだ完全には収束しきっていないということで、東京の地下鉄全体でみんな足踏みを揃えて終夜運転をするということはせず、ごく一部の区間そしてごく一部の路線のみで終夜運転、それから終電の繰り下げ、始発の繰り上げなどが行われています。他に代表的な路線というと東京メトロ銀座線の上野浅草間で終夜運転が行われていますが、それ以外でおそらく東京の地下鉄で終夜運転を行っているのはこの浅草線の押上と浅草橋の間、このぐらいなんじゃないかな。 JR 線はね、結構山手線とか京浜東北線を中心に終夜運転を行っているんですが、私鉄、地下鉄は今年はちょっとね、終夜運転は控えめといった感じですが、しかしこの都営浅草線がですね、なかなかそういうわけで面白い終夜運転をやってくれてるんですね。それがこの浅草橋行きというこれなんですけど、通常浅草橋行きの列車というのはこれは深夜に1本、青戸方面からの列車が設定されているだけで、通常はねこれ簡単に見ることはできないんですが、今日は浅草橋行きが相当な本数走っています。浅草橋行きなわけですから、当然車内のディスプレイも浅草橋行きになってるわけですけど、浅草橋行きっていうのは僕は初めて見ましたね。あの浅草橋始発の列車っていうのがね、特に毎年終夜運転であれば京急に直通する迎春号ってやつだったかな、そういうのがあるんですけど、今年はそれもないですからね。見てくださいよ、この押上から浅草橋まで一瞬で終わってしまうこの LCD、1画面で収まっています。途中停車駅は本庄吾妻橋、浅草、蔵前、この3つだけ。浅草橋と押上を含めてもたった5つしか停車駅はありません。またこれですよ、この京成とか京急とかを含めたこの広範な路線図もこの押上、浅草、そして日本橋の手前で終わっています。終点の浅草橋は浅草と日本橋の間にあるからこのようなわけになっているわけですが、これもまたなかなか珍しいものだと思います。普通浅草橋、今回ね、まさかのあの5500系っていう都営浅草線の新型車両のこのトップナンバーがやってきたんですが、まあそれはいいとして、この普通浅草橋、浅草橋っていうとね、本当にもうあのさっきも言いましたけど、その迎春号とか、それから夜に1本だけある浅草橋止まりの電車のイメージしかないので、こんな感じで浅草橋行きの電車が大量に運行されているっていうのは、これはねなかなか個人的には面白いなと思います。押上、スカイツリー前と書いてある駅名表の横に止まっている電車が普通浅草橋、次は本庄吾妻橋、こんな行き先を掲げているのも今年ならではのことなんじゃないでしょうか。都営浅草線は何でかわからないんですけど、この浅草橋から南の区間では終夜運転を行っておらず、浅草橋からさらに南の日本橋、新橋、三島込方面では終夜運転を楽しむことはできません。こんな感じで普通浅草橋って、この液晶ディスプレイももう2回目ですけどね、映すのこれも本当にすごいですよね。こんな感じでもうすぐあっという間に終点に着いてしまう地下鉄電車っていうのは他にもたくさんあるわけですが、でも浅草線でもこういうのが走るようになったかと、個人的にはねやっぱりちょっとびっくりしています。さあドアが閉まりまして、さあ各駅停車、浅草橋行きは時刻通り押上駅を出発します。この押上駅は2面4線となっていますが、この浅草橋行きの各駅停車は基本的に浅草橋駅、失礼、押上駅の2番線から出発するということになっています。2番線からの固定の出発でしたね。列車は本庄吾妻橋に到着です。なんでこの浅草橋から押上という中途半端な区間でやってるのかいろいろ考えたんですけど、まあ、多分浅草から最寄りの浅草神社、それから浅草寺と、あとは押上方面から京成線に接続、それから浅草橋から JR 総武各駅停車に接続しますので、おそらくそこのバイパス的な役割をこの浅草線に持たせようという考えで、こういう中途半端な区間での終夜運転になったんじゃないかなと個人的には推測しています。実際どうかわかりませんけどね。本庄吾妻橋駅もうちのチャンネルではね、毎度あの通過してばっかりなので、こうやって駅に停車したのは今回が初めてなんじゃないかなと思います。もうね半分まで来てしまいまして、まあそれは途中5駅しかありませんので当然なんですが、次の停車駅が浅草。この浅草は有名ですよね。浅草寺、それから浅草神社など東京の一大観光地の一つ。この浅草も相当地上は人でごった返しているはずです。
して列車はそのまま浅草の駅に到着。やっぱり浅草から乗ってくるお客さんこんな感じでかなり多かったですね。やはり近くに浅草寺、それから浅草神社がありますので、そこでまあカウントダウンとか、それからもうすでに初詣を終えてこれから帰宅する方とかも結構いるんじゃないかなと思いますけど、予想以上に今回はね、この浅草から乗ってくるお客さんが多かったです。中間車なんかもしかしたら立ち客が出てたかもしれませんね。次の停車駅は蔵前です。この蔵前には昔国技館があって、そこでは大相撲がだいたい戦後から1980年代中頃まで行われていました。それまで使われていた両国の国技館が GHQ に接収されて使えなくなったので、その代わりとして作られたのがこの蔵前の国技館です。現在もう両国に戻ってきてますけどね。さあ、そして列車が着きます。この駅がその蔵前で合ってると思いますけども、この蔵前では地下鉄大江戸線と乗り換えることができます。ただ昔はこの蔵前にやってくる鉄道はこの浅草線しかなかったので、昔は相当大相撲を見に来る人も大変だったんじゃないかなと思います。今はこの蔵前に浅草線と大江戸線2つ地下鉄が来ていますが、しかし昔はねこの浅草線しか来てませんでしたからね。そして蔵前の次の停車駅が終点の浅草橋です。都営浅草線と、それから JR 中央総武各駅停車の乗り換え駅、この列車はここで終点となります。押上から本当にね、もうすぐ一瞬で着いてしまうんですよね。ちなみにこの浅草橋駅の押上折りには、今ここで都営の5500系が1本停車していますが、おそらくこの電車は明日の朝というか、まあ今日の朝ですね、浅草橋始発の各駅停車の電車として運行される。そのために浅草橋駅のこの留置線に一旦留め置かれているものかと思われます。そしてこの浅草橋駅の押上側にはこんな感じで今ね、ゴーっと床下からすごい音が響いてますけども、なんと両渡りのクロスポイントがありまして、なんとここでホームをね、上下線を行き来することができるんですよね。押上方面から千駄ヶ谷方面に抜ける列車の場合っていうのは、基本的に浅草橋駅では向こう側のホームに停車するんですが、しかしこの浅草橋駅は両渡りのクロスポイントがある関係で、浅草橋発押上駅のこの終夜運転で運行された電車に関しては、こちら側のホーム、この本来押上方面の電車が出発するホームに逆方面からね、入線するという格好になっていました。終点の浅草橋に到着、また折り返し各駅停車押上駅として運転します。浅草線では意外とこの押上駅っていう列車も運行本数は少なくて、これもまたレアな行き先の一つです。2番線は普通押上行きです。発車までしばらくお待ちください。浅草線終夜運転を行っている区間はこの駅から押上までの各駅のみです。その他の駅への終夜運転はありませんのでご注意ください。到着の電車は折り返し1時10分発の普通押上駅です。泉岳寺方面からやってくる押上駅の電車っていうのは、平日朝ラッシュに何本か、それから土曜休日に1本だけ夜に運行されているのみで、それ以外は基本的にこの押上からさらに先、青島とか高砂とか成田空港とかそっちの方面まで行ってしまいますので、この押上駅の列車そのものも実は結構レアだったりします。まあ、浅草橋駅よりかはレア度は、まあ、若干低めにはなりますが、しかしそれでもこの押上スカイツリー前という行き先、同じくこの押上スカイツリー前駅に乗り入れている地下鉄半蔵門線、それから直通先の東急田園都市線では、この押上スカイツリー前行きという列車結構見かけることはあるんですが、しかしこの都営浅草線、それから京急線、京成線系統ではこの押上行きという行き先を見ることはほぼありません。この広域路線図でもね、品川とか成田空港とか羽田空港とか書いてるところで、こんなちょこんとこれだけしか走んないのかよと。さあ、また折り返し普通押上駅として出発していきます。別にこの浅草橋駅をこの向きに出発する光景、これ自体はね、別にそんな珍しいものではなく、別に四六時中いつでも年がら年中見られるような景色ではあります。あとはやっぱりこの都営浅草線をご利用くださいましてありがとうございます。こういう放送はね、まあ、多分泉岳寺とか押上みたいなそういう主要駅を出発した時にだけ流れるものなので、こういう浅草橋ってね、あのエアポートガイド通過駅なんですよ。通過列車があるところをね、始発としているのにこうやって、都営浅草線をご利用くださいましてっていう放送が流れるっていうのは、これはね、通常普通はね、まあ浅草橋始発の1本の列車を除いありえないので、これもなかなか珍しいことではないかなと思います。乗ってきた列車はまた折り返し、普通列車の浅草橋行きとして運転されます。この区間、運行距離がかなり短いこと、それから運行間隔が、それぞれ浅草橋行きも押上行きも30分間隔で運行されていることなどから、この押上浅草橋間のシャトル列車に関しては、今回乗車したこの都営5500型トップナンバー編成のこの5501とか言うんですかね、この編成で全部回していました。結構これだけ聞くとね、大変そうに見えますが、しかし押上浅草橋間はそんなに距離は離れていないし、また所要時間も
ても10分かかりませんし、またそれからちゃんとあの浅草橋とそれから押上で折り返しの時間がそれなりに確保されているので、まあ、そんなに難しい運用ではないのかなというふうに思いました。というわけで今回は終夜運転限定の都営浅草線各駅停車押上発浅草橋行きを皆さんにご紹介しました。まあその逆のね、浅草橋発押上行きもそうなんですけど、特に浅草橋行きの方ですよね。あの押上行きの方は朝ラッシュに結構本数運転があるんですけど、しかし浅草橋行きは1日に1本、しかも深夜にしか運転がないので、この浅草橋行きという普段であれば簡単に見ることができないような行き先がこんな30分間隔でバンバン出発をしていくっていうのは、これはね、鉄道マニア的にはかなり面白いポイントなのかなと思いました。ということで今回は都営浅草線の終夜運転の様子を皆さんにご紹介しました。次の終夜運転もこうなるのかは分かりませんが、もしそうなったら皆さんもぜひ乗ってみてはいかがでしょうか。それでは今回はここまで、ご視聴ありがとうございました。